お、なんだこいつ、ちょっと潜ってみるか。怖いんだけど俺これすごく、俺海洋恐怖症だから。え、おそらく、前回の動画でねワンパートできてると思うんですけど、まあその続きからという感じなんですよね。いやー、もうね毎回30分以上の動画、もうなんなら40分近くの、動画になってると思うんですけども、それは本当に申し訳ない。着いた。このマリオもねそろそろ終盤なんじゃないかなと思ってて、で来週からね俺また違うゲームやりたいので、もう早めにねもう足早にちょっとクリアしようかなと思って、もう編集もねカット編集のみの、そう、あのテロップなしのねもうカット編集のみで、お送りしてるこのね、ペーパーマリオなんですけど、ここ入り口だったのね、全然気づきませんでした。中に入れば上に登れるかもしれません。早速入ってみます。うん、入ってみましょうか。水と火と氷に土も神様が勢揃いですわ。皆さんお元気でした。あ、これは作り物か。お、動かせる？動かせないか。またね、謎解きとかあるんだろうね。もう、ほんと謎解きがさ、俺は大っ嫌いだから。うーわ、派手。あ、すげえ、マリオっぽい、マリオっぽい。いける？よいしょ。よいしょ。おーおー、はい。おう、ほう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 、な、偶然来たけど、うーわ、最悪。行けよ、そのままそっち側に。うーわ。なんでやねん、お前さ。ちょっと待って、俺ここでくたばりそう。うん。こう行くべ。こう行くべ、こう行くべ、こう行くべ。おーし、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 あかんな。あ、こいつは最後まで行かないね。ん？はい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 。あ、なんとなく分かった、俺。こっち行って、こいつだ。ここで、とどまっとこう。はい。そういうことよ。よーし。よし。あ、のこのこや。懐かしいな、お前。元気してた。元気してたとか言って、もう早速殺しちゃってる。よし。何こいつ。何を持ってった？あいつ追いかけなきゃいけないみたいだな。おお。あ、パワーブロック。地面揺らして敵全体にダメージを与える。あ、これは嬉しいね。アイテム屋にあったら俺も速攻買いだめしたいんだけど。よしよし、さあ、よしよし。赤の玉。それはあえて玉と呼ぶんだね。しょんぼりしてます。何かあげますか。何かあげますかじゃねえ。はい、ガオ。おお、あ、そっち赤く光る。おーおーおお、来た、これほら、割れた丘が合わさりました。土神様も嬉しそう。嬉しいのかな。何、まさか全神様を使いながらのバトルかもしれない。そんなにここの敵が強いのか。あ、もう一気に上まで来た。ああ、なんだ。うーわ、懐かしい。なんかこういうの。すげえマリオっぽいわ。お、100コイン。100コイン。よし。ええー。ゼニゲバヤで、あんなもう見苦しい姿を見せてしまって、もう本当に申し訳ないわ。こっちは？あれ、キノピオやん。ん？嘘、キノピオさんが貼り付けの刑。でも何にも見当たらないですが、どうやって貼り付いてるの？よく見たら透き通ったテープで貼り付けられてるみたいな。セロテープや。キノピオさんの恥ずかしい姿が丸見えですわ。これはかなり恥ずかしいかも。え、助けられない、まだ。くぅーって。いや、まだ助けられないっぽいから、じゃあほっときましょうか。うわ。敵がいる。水神さんと火神様がにらめっこしてます。どっちが勝つのかしら。歯が丈夫そうだから、氷神様かな。何言うとんねん。とりあえず、はい。俺、なくなりそうなんだけど、神が。戦うか。危ない。おい。仲間を助けに来たか、お前。てやー。さあ、アイスブロスト。おう。あ、全員集合？あの、青いのは何？ブーメランか。ブーメランブロスとか、そんな感じ？整列成功やで。キラポイ投げハンマーでしょ。行くぞって。あー、てぃやー。ナイス。めちゃくちゃ強いんだけど、この、ポイ投げハンマー。グレート。ラストウェーブ。いいでしょう。
決めてみせよう。じゃあ滅びのバーストストリームを見せてやろう。ブルーアイズホワイトドラゴン来た。よっしゃ、滅びのバーストストリーム食らいやがれ。お前ら亀だろ。なんで溺れ死ぬねん。タッタララタララララン。おぉ、え、うまい子いかないときつない？こう言って、こうでしょ？ほら、そいで、こう言っての来ました。よし、じゃあついでにこの穴も修復しといて、コインもたんまりといただいての、ゴー。うおぉ、どういくのどういくのどういくの。な、バカなお前。ゴッドハンドタイム。あー、掴む、引っ張る、ファイヤー。うわ、燃やした。ありゃー、氷神様全く歯が立ちませんでしたわ。日神様の勝ち、日神様の勝ちつって。え、俺どっち戻んの、あやって、あ、こっちから行ける、オッケー。あー、いやいやいや、一応セーブしとこう。もう二度とやりたくない。もうこの謎解き難しすぎる。はい、キラアイスフラワーですね。あ、セロテープ？セロハンテープが？おー、あおー、やべえ。うわ。元祖。元祖な攻撃してくるな、お前。ボケー、おい。だけよ。うわ、仲間。くっそ仲間呼んできやがった。こうやって、アホ。こいつこうやって、で、二人いっぺんに、ゴー。お前らそこそこ強いから。よっしゃ、エクレイト。46パン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 。イェイ。お前らさ、微妙に強いから、もうなるべくね、もうアイテムガンガン使ってって、もう倒せるやつはもうスピード勝負よ。もうガンガン進んでいきたいから、俺を。え、ちょっとこの塔のボス倒したらもうキノピオの入荷数がエグいんじゃん、ほら。うーわ、これ全員味方になるの？やべえな、もう。オリビアのフォロワー増えるよ。何こいつ、ちょっとでかくない？前にいたよね、こんなやつ。ほら。9。でっか。うわ、最悪やもん。敵は並べろ、だってさ。ごめん、応援するわ、俺これ。早く倒したい。なるほど。なるほどね。キラキラアイアンでいけるか、全員。オッケーオッケーオッケー、いい。じゃあ、全員倒していこう。ミスんなよ、お前。オッケーオッケー、いい。最高。もう全員カメって。全然エクセレントも出せないし。よかった、なんとか倒した。お、来たね、ボスでしょ。そして100回復して一応セーブしておきましょうか。そしてこの先がボスだね。もうどう見てもセロハンテープ。あった、紫テープ。そう、紫テープね。もうピンクにしか見えないんだけど。でもどうやったら取れます？どうやったら取れますって。お前、もうこれ、お前、飛んでるんだから取ってこいよ。おお、来た、セロハンテープ。業務用のやつだ。いきがり貼り付けや、セロハンテープ。そこの兄ちゃん、お前がマリオってか。折り紙の可愛い子ちゃんはおとなしくオリー様のところに帰ってねんでした。紫のテープをやる気か。俺っちもテープだぜ。粘着するぞ、こら。これまたなんだか騒がしい人が出てきましたわ。キノピオさんたちを貼り付けたのもあなたですわね。道理でベタベタ慣れ慣れしよう。はぁ、上等だ。やってやろうぜ、覚悟しな。来たか。この紫テープのボスだな。さあ、ねんねするのはどこのドイツかな、その業務用の。なんで紫を買おうと思ったんだ。どこに売ってんだ、そんな紫のやつよ。ちょっと楽しませてくれよな。さあ、どっからでもかかってきな。どっからでもかかってきな。確かに、どこを狙えばいいんだ、これ。あ
ちょっと待って、一回オリビアヒントくれ。なんとなくパネルが少ないような気がします。どこかにしまっちゃったのかしら。あ、まあそうだな。とりあえず宝箱を拾っておきます。で、一応ね、はい、手紙も読んで、なんならもう殴っておきましょう。 OK。 わ、すごい、もう全部取っていくわ。俺欲張りだな。見て、ほら、うお、箱の中からパネルがいっぱい。あ、そりゃそうや。おお、俺っちが片付けといたゴミは散らかすな。ハンマーで叩いてテープ台を壊そう。ハンマーね。よっしゃ、ならば見せてやろう。早速だ、伝説のハンマーだ。くらえ、テープ台を壊そうな。グレイト、よっしゃ、強うーわ、ボディプレス17か。オンで、かける2で攻撃よ。さあ、もう一発いくぜ。耐えれるかな、この伝説のハンマーの威力に。クライアからエクセレントは、うーわ、こんなごな俺こんなセロハンテープ見たことあるもん。よっしゃ、ガードした。さあ、次は向こう側だな。耐えれるかな、伝説のハンマー2連中だぞ、お前。伝説のハンマーの餌食になるとは、運の悪いボスよ。さあ、もう一発よ。これはエクセレントだ。食らいやがれどうすんのそれ。ボディアタック、わからん、わからん、タイミングわからん。なんとかガードしたけど。オッケー、じゃあ次はここよ。真横から行くぜ、お前。あっ、エクセレント、バーン、いやー、うわお前一番弱いボスなんじゃん、もしかして。こんなもんじゃないしよ、まだ来るよ。おーおーおー、うわ、来た、ほら本体や。まだいたの。よくもよくも俺氏の大事な大王、大王、大王。よっしゃ、こうなりゃ喧嘩上等じゃ。おうわ、やべ、メリケンメリケンつきやがるこいつ。うわ、来た。いやー、もう一気にしょぼくなった。この地獄のギザギザを使わせるとはな。マジで行くぜ、よろしく。おー、すごい突っ張ってますよ、突っ張りさんですわ。そろそろ行くぜ、覚悟した。行くぜ、ぶっちぎり、ぶっちぎり。ちょ、あー書くの、ちょっと、ヘイシエリ、こんにちは。あ、はい、どうも、ガスパです、よろしくお願いします。元気してた、ちょっと写真撮りたい、お願い。サンキューシエリ。ぶっちぎりってやがくんだよ、ちょっと。もうどっかのテロップで俺使いたいな。ね。よっしゃ、行くぜ。俺もぶっちぎっていくわ、じゃあ。おぉ、おぉ、いいね、いいね、いいね。まさか動かなくなるとか、そんな感じでしょ。どうよ、張りまくりだ、おらおらおら。矢印を繋げると。回らないっしょ、あれ。あ、やはりスライドができないんだ。横で張り付いてるやつはスライドできなくて、こう縦に張られてるやつが、はい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 。あ、なるほど。おー、刻んでくるね。やべ、もう敵の思うツボやわ。何それ。おー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 おお、張りまくり、きた。いや、まずいな。いや、こいつめんどくせえことしてくるな。うおすげえ。いや、でも嫌いじゃないよ。今までのボスの中で一番好きかもしれない俺こいつ。ほら、2列まとめて動いちゃうじゃん。でもこれで殴るしかないよ俺。もう俺 どうすればいいのか分かんないあの、マジでお手上げ状態なんだけど、一回俺殴ってみるわ。うん、ハートも取って手紙にして読んでみて。炎に弱いぞ。なるほど、炎さえ使えばこれが解放できるな。わかった、とりあえず俺一回殴ります。うお、小賢しく飛び跳ね上がって、これがカウンターパフェやるね、おい。あかん、痛い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 、うわ、ひどっ、まずい、これは。やべ、まずいな、ステージがこいつのものになってしまう。宝箱を取って、で、頼む、ひがみさんよ、これでお願いだ。俺スタートします。手紙を読んで、手紙を読んでぐるって回ってって宝箱を取る、そしてひがみさん、これでいけるはず。 OK、
ちょっと神の手も使うっていうのもありだと思うけど、オッケーオッケー、まあ、とりあえず日神さんよ、オッケー。お、しかも20またいる、ナイス。なるほどなるほど赤くんのテープって火で燃えるんですよね。マリアさんナイスファイヤー、できなくちゃ。赤、痛い、うわ、行ったお前それ、え、きついな。うわ、来たよ。え、関係ないやん。もうお前のターンになったらそれするんだからさ。ちょっと待って、一回オンにするわ。一回オンにして、ちょっと神の手、神の手を使ってみたい。で、ごめん、ハートちょうだい。回り込む、ハート。オン、神の手。行くわ。さあ、どうなる。お、しかも目の前だし。オッケー、オッケー、オッケー。掴む。持ち上げる？うん、あ、なるほど。おうおう、テープ引っ張り出して、おうおうおう、よっしゃ、大ダメージ。あ、なるほど、それを全部使い切ればいいのな。 OK、 ガード、ナイスガード。あ、なるほど、じゃあ地面に貼り付けてるそいつもダメージなんじゃないか。あ、ほら、やっぱりダメージ受けてるわ。あ、 OK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 、分かった分かった、日神との戦い方みたいだ、そんな感じだ。どうよ、あ、かわされるわ全部かわされた、攻撃が外れた、初めてだ初めてだ。うわー、ダメ、あ、はい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 、よっしゃ、自慢のリーゼントだ。俺今思った、そのちょろんって出てるやつなんじゃん、それリーゼントだ。いや、最悪だ。こうなってる時は日神でしょ。俺これで普通に勝っちゃうよお前。ほら、全然効かんやん。やっぱ神の手だな。神の手で蹴りをつけるしかないようだな。それめちゃくちゃ効くから、これでとどめさせるんじゃん。マリオスタートします。で、手紙を取る、かけるに取る、で、日神よ。よし、よっしゃ、周りのセロテープもろとも燃え尽くしてくれよさあ、終わりよ。うわ、暗いやがれ。いったべ、これ。おっしゃ、ほら。あとちょっと、なるほど。俺、このなるほども結構好きだよ。あとちょっとや。おい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 、いいのか、それで。俺、ハンマーで勝っちゃうよ、これ。あ、来たな、これ。手紙はもうええわ。これで、はい、神の手、オン。そして、さあ、ぶっこんでいくぞ。腹くくれや。持ち上げて。よいしょ。おー、ほら。終わった。勝ったわ。つるっぱげにしといたぞ、お前。めちゃくちゃロックだ。めちゃくちゃヘビメタの BGM だったけど。痛えよ。助けてくれ。もう粘着しねえよ。通過できねえや。オリー様、なんとかしてくれよ。あ、俺っち、もしかして。あー、ダメだ、ほら。役立たずはいなくなるんだよ。それが悪の組織さ。やったー。で、これで、あのキノピオたち全員解放できるし。あー、やばいな、俺の幕張がもう全部埋まっちゃうぜ。いやーよっしゃ。ドラルラン、おお、次ラストや。うわ、来たね、ここまで。でもここからは早いんじゃないか。もう神様との戦いはないから、次のステージ行ったらもうボスだよ。もうステージを攻略してボスだよね。もう神様を挟まなくていいんだから。神ペラマックスアップ、イエー、ほほう。さて、これで残りの紙テープはあと1本のはずですけど、最後の紙テープは一体どこにあるのかしら、想像もつきませんわね。そもそも最後のテープは何色だったかしら。赤も取ったし、青も取ったし。え、緑の紙テープ。うん、緑なんだけど、ほら。上なんだよ。上、上。雲の中まで伸びてますわ。え、何？空に行くの俺、これから。
でもあれをどうやって追っていけばいいのかしら。私あんなに高くて受けないし、マリオさんのジャンプって絶対に無理そう。どっかにヒントでも書かれてないのかしら。セーブ中、セーブしといて。うわ、ヒントだ、これ神の光が一つに集まり極楽へと導く。もうこれですよ。じゃあやりましょう。はい。神の力よ。これは？あ、これ、これ、ひがみちゃん。よし。ダララララーでしょ？もうスキップするよ、ここも。もうこの BGM が頭から離れないんだけど。OK。で、あと3回、チャラララーが入るんだよ。チャラララー。チャラララララー。チャラララララー。え、導いてよ。調べる。あ、なるほどね。押さないとダメだったのか。それは知らなかった。ごめんごめん。でもなぁ。お。そして天空へと。うーわ、来たー。来たー、天空だ。光です。光がシュビーンと雲の上まで。あの光、あの光が私たちを呼んでいる。の。いやー。1時間16分だね。もう結構収録したなぁ。いやもうセロテープとの戦い一回ミスってるからね。俺一回負けちゃったんだよね。カットしてるかどうかわかんないけど。おお。ここどこ？とっても高いところまで登ってきたみたいですけど、真っ白でよくわかんないですわ。ん？あ、マリアさん、緑の紙テープありました。真っ白は中に伸びていってるけど、行ってみます？行ってみますってお前さ、ちょっとこの辺も。じゃあこれぐらいまでにしておきましょうか。霧もいいし。で、もうね、神様全部取ったということで、おそらく神様との戦いもなくなったし、なのでもう次からね、結構早いペースで、もう一気にラスボスまで行っちゃうんじゃないかなとか、もう勝手に思ってるんですよ。よし、じゃあご視聴、あざーす、お疲れーす。